対タスク進まないですね。結構ね前半ね。ねタスク、タスクをちょっと、ね、釣れる。あ多いよ。難しいな。よし進歩さ行くぞ。さあみんな頑張ろうぜ。クルーメイトです。クルーメイトです。クルーメイト。クルーメイトでした。クルーメイトです。クルーメイトです。クルーメイトです。キッチンタッチ。よし。クルーメイトですって言ったらから逆にインポスターに見えるのかな。あやめて押さないでやめてやめてボタン押さないでよしオッケーぶねやみえんちゃっちゃやめんやりに来るかこれ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 おーいありがとうございます。あーよかったよかった、うん、よかったよかったよかったね。はいやっぱみんな生きててほしいなと思っていいボタンですね、はい、いいボタンこれ上に登った人、うん、結構上に登ってからボタンを押すまで時間なかった？そうですねタスクやってから押しました、うん、今回はじゃあ、うんうん、大丈夫です本当か、はい、今回はタスクしたかった、まあ、まだまだまだでしょまだまあ何も言えないよまあもう一番もうもう一マオ一マオってまあ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 左下、右側行きたいな。右側行ってみた。貨物出て35秒でしょ35秒で35秒で何ができるみたいなやつあるよね。あっ忘れ違う忘れあっアフルコンさんだ。フルコンさん、こんにちは。ズズに殺されると思ってたな、うん、俺もズズに殺されると思った今あ殺人鬼だ来た来た来た殺人鬼マジあいつもうあー電気だこれってこっち側行った方がいいのかなここ電気直せる場所さ近くないあれなんか誰か来た今誰かこれやられるかはいうわ偉いわ俺有能と言って過言でないうわこれ死にそう死にそうそこのドア閉じてくれ死んじまうかもしれねえぜよし OK フルコンファンキー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 フルコンあーあーおーあ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 ー死体を発見しましたシャワー室の、はいうんベントのちょい上ぐらいのとこなので、はいはい、ベントから誰かが貨物に抜けてるんじゃないかと思いました、はいはいね、まあまあ前です俺バイタル見てあのキッチンぐらいまで行けるぐらいまではあのバイタルでもう死んでたの死んでたすでにじゃあアーカイブ停電僕が直しました昇降機の右側のところで直しましたあ、OK ですで、はい、その後に上のダウンロードタスクやってアーカイブ抜けてシャワー室の右側に行ったら死体がありました、うん、シャワー室の右側ああ了解了解、はい、あそうシャワーの奥のシャワーが手前だね、うん、下の方のベントあるとこそうだねはいはいはいこれ容疑者結構多いんじゃないかな、あ僕とバケンカさんは今回無理です、あ無理左側にいたんで電柱ユニさんとフルコンさんとすれ違ってます。はいはい、あれバキウカとハタサコ最後武器庫来た？なんか声が聞こえた。来ました。あ了解了解。その時自分も武器庫の奥のところにいたので、一応ハタサコバキウカがまあ武器庫に一緒にいたってのは合ってる。最終位置洗う？そしたら？あ、うん、俺ねファンキーのアーカイブであったじゃんまあ。あったうん。うん、であのあとさらに俺がバイタル見た後エレクトリカルからキッチン向かう途中もファンキーとすれ違ったかな確か、うん、じゃあ最終電気室の上タスクズズ君が最後あの診察室貨物室と診察室の扉をすごい気合いを入れてあげてるのは聞いた、うんうん、割と俺の目線ファン弁当使えば届いちゃうんだよねファン君やや黒目それ言ったらもうおしまいですけどねでも結局そのあのバイタルで死んでたので停電よりも前あとどっちかな停電の後じゃない見に行ったかなまだあの停電の直後ぐらいに見れたんかなだから停電中に死んでると思う、うん、おそらく停電ただそれちょっとあの停電だとしたらさ貨物で停電直しに行かなかったのフルコンさんんだ俺はバイタル見に行った俺はああもう停電スルーしてか停電中に死ぬのがうん、うん、なるほど停電スルーしてなるほどうん、ややちょっと怪しいかなって気持ちになっちゃうよね。
でもフルコンさんは多分フルコンさんは多分俺のことを殺すと思うんだよな。あのタイミングで俺と、まあでもあそこは人がいたから殺せなかったんか。いやでもなんかあの後殺すんじゃねえの俺のこと。意外だね。バイタルよりもどっちかといったら監視カメラなんか見ちゃったりして、フルコンファンキーファンキー出てきたから気をつけて。あっ、いやボタン押してくれてよかった。怖いっすか。確認なんですけど、フルコンさんさっきのターンどういう動きしてました？アーカイブで書類の整理をした後、シャワー、メイン、エレキトリカル、メイン行ったあたりで停電になって、エレキを通ってバイタルを見て、ユニさんが死んでるのを確認して、エレキ、セキュリティ、キッチンです。なるほど。あ、キッチンまで行ったんだ。行って、最終はキッチンぐらいまで行ってたと思う。ユニさんとメインホールですれ違ってたんだけど、それをフルコンさんが証言してなかったから、なんでだろうなって思って押しました。ユニさんいたっけその時。逆にメインホールで停電になってすぐぐらいにユニさんとフルコンさんの声が聞こえる状態だったんですよね。ああ、ヤミュー君はどういった動きしたのそこら辺の後。見えてないけど声は聞こえたってことですもんね。そうそう、僕は貨物はいて、貨物のタスクやって、そうか、外部周りでシャワーメイン、シャワーでサラダとすれ違ったんですね。そうそう、それ停電してたとしたら俺の声とユニさんの声が順番に聞こえたとかじゃない？あのあんま覚えがないよな。あー、ユニさん、完全に重ならないと聞こえないじゃん。ユニさん、フルコンさんの順だったと思う。であれば俺からユニさんの声が聞こえなくても自然よね。あの別々で聞こえたんであれば、一緒に完全に聞こえたんであれば逆にそれは、闇はメインホールでその2人と会った後にシャワー、アーカイブ、ラウンジっていう時計回り、逆でラウンジ、アーカイブ、シャワーでメインホールでその2人と会って、その後はエンジンルームでタスクやってた、あなるほど。シャワーでは原田とすれ違ってる、まあ、結構前だからまだ現場に残ってるとは思えなくて、原田は多分容疑者には入りにくいかなと。逆にわしはアーカイブ、シャワー、メインホール、電気室、電気室、まあ普通にできる位置だよね、まあ、容疑者が多分マオもその辺いたんやけど、マオその辺いたけど知りたいのよ、ズズ君。僕アーカイブ、ラウンジ、容疑者多いな。容疑者多い、多分ズズも弁当使っていける位置やから結構いけるんだよ、ね、だからね、マオはセルフではないから、マオではないと思う、ね、マオではない、そう、マオ以外の誰かズズかな、俺目線は。いやー、これフルコンさんも全然あるよな。ファルコンさんも全然あるし、いつも化け馬の声がなるかな。ハラヒレホレハレ、ハラヒレホロハレさんだ。これはもう1キル起きるまでは無理かな。ちょっと見えないね、さすがに。ここに、ここで俺を殺しに来たらボタン押してやるからな、見とけよ。57030、よし。メインホールまで行くか。ペロペロ使うか、使う意味がねえや。まあこっち寄せときゃいいよな。あ、これは停電、しょうがねえな、しょうがねえな。てか直すか。あれ直った、ハッタシャン、怖い怖い、なんか怖い。逃げよう、ボタン押してくだ、ボタン押してください。はい、僕も、おい今、おい、もうバレたって聞こえたぞ、ズズの声で。もうバレたって言ってなかった。おい、ズズ。はい、原田はこのゲームしました。展望デッキの多分なお、クラビナオスそこの前あたり、はい、証言重ねていいですか。アップロード、いいよ、はい。僕コックピットでアドミ見てたんですけど、うん、展望デッキからコックピットに移動してくる人影がありました、うん、急いで逃げました。多分それがズズだと思いますけど僕は。まあ1個だけ、まあ、1個だけ要素に取っていいか微妙なんですけど、さっきのターンが終わるときに、はい、ズズさんがごめんねユニさんって言いながらゲームに参加してる。じゃあ俺さ、むずいよ。じゃあ俺くるやつのことさ、前後まあまあまあ、じゃあズズに入れます。これむずい。ズズの話聞こう。ズズのふさがりじゃん。ズズはズズどこにいたの。ズズはズズどこいたの。僕は、うん、
僕はアーカイブラウンジ貨物室に今回もいましたよ。でもずっと あーなるほど。あ、俺アーカイブいたけど俺のこと見た。アーカイブいたけど俺のこと見た。見た。本当は俺ごめん、アーカイブいなかったんだ。あ、じゃあもうもう楽にしてあげようよ、早く彼を楽にしてあげようよ、早く。喋っちゃうよ。いやー、いいな、人間だな、人間だなって思った。人間だね、人間らしさだよ。人っていいよな、人らしさ。トゥスって言ってた。ガ感のある。あー、こんにちは。あ、みんな挨拶するんだな。挨拶できる人間っていいよな。ちゃんと俺も挨拶していこう、決めた。俺も挨拶したい、ちょっと誰かと。ああ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 あ何がありました。コックピットアドミン前で原田がほぼ肉になってパタって倒れる瞬間に弁当が閉まるところまでを見たんで、ああ絞れるんじゃないか、絞れると思う。闇炎バキューカフルコンはシャワー室あたりで見た。闇炎バキューカ、最後、本当に最後に、最後ね、本当に最後。じゃあ砂ザメハタサコのローラーでいいんじゃね。いいですよ、いい、確かになるね。僕はエレクトリカルに一人でずっといました。自分もキッチンにいたので多分ローラーでいいと思います。でもこういうなんかローラー提案するとき、あ、なんでもない、大丈夫。そうね、あ、そうか、真央くんが嘘ついてる。いや、真央くんのそのリアクションは多分嘘ついてない気がちょっとしちゃった。ちょっとね、さっきのズズを詰める必要があんまりないような。そうね。いや、あれはまあ正直な話、もうまあ、ね、仮にやったら打ち切りはあったと思うけど。いや、俺なんか、まあ、でも武器庫に行く前にさ、砂溜め見えかけたってこと。あ、違う、そうじゃなくて、あの通信室の前でバケウカと挨拶して、その後原田が逆から来て挨拶して、あ、挨拶できるのってやっぱいいなって思って、うん、じゃあ原田に挨拶しに行こうってコックピットに行ったら死んでたから、すごいショックで友達が殺されてて悲しかった。あ、でもね、これどうしようかな、人気と僕ちょい砂さんの方が早めに釣りたいな。脳死で釣っていいですか、ローラーなら。脳死で釣っていいです、ローラーで。現場に近いので砂さんでいいかな。砂さんの潔さが、俺ごめん、ちょっと番外戦術言いそうになった。砂さんじゃないからとか、やっぱそうよな。そう思った。じゃあもう本当本当ごめんなさい、本当ごめんなさい。全然大丈夫、本当にごめんなさい、マジでごめんなさい。大丈夫。あの、ブズ君そのままでいて、直さないで、そこ。ごめんなさい、マジでごめんなさい。それはあなたのいいところなんで、直さないで、そのままでいてください。どんまい。誰にでもミスってあるし。いや、すごくよかった、あれは。ズズさん、聞こえてました、ユニの声。全部聞こえてる。ズズさん、何が聞こえてたんですか、ユニの。何が聞こえてました。あ、インポが語ってる。そう、何が聞こえてたか、怒ってたぐらいから。怒ってたの聞こえた。ズズ原田になってるかな、怒ってたんだ。そう、ズズさんに取り付いて、あ、で、スナさんもやから、ブブゼラの音を鳴らしてたんで。あ、後半聞こえた。ブブゼラの音が、ブブゼラ鳴らされる、あれ、ブブゼラの音か、それ。おー、大丈夫、うるせえ、何言われた、何今ユニさんがインポスターにブブゼラをずっと鳴らしてたらしい。最低すぎる。